始まった、9月28日水曜日ですね、時刻はお昼ちょっと前11時50分頃、はい、天空ソロチャレンジをやっていきたいと思います。いつもですね会話がこう続かないので今日は裏で抹茶さんを忍ばせております。あ、もう抹茶さん喋っていいですよ。裏抹茶どこまで黙ってればいいだろう。いや黙ってなくていいですけど、裏抹茶まだ見えないから、なんかの会話の途中から始まっちゃってもね、見てくれた人が意味わかんないってなっちゃうんで、こっから会話始めてくれれば。さあ、どこに降りるかな。まだ抹茶さん見れないですもんね。見れない、だってまだ98人でしょ。はい、何なの90人だどうなんですかね。じゃあ見れるようになったら教えてください。今98ですね。そんなのもちょっと調べながら。はい。あのおじさん8人ぐらい倒してくれればすぐ見れるんだけど。倒せねえです。あ、97。はい、97ですね。あれは見えるんですか、その残り何人って。あ、そうなんですか。おじさんのところの上に。ああ、そっかそっか、残り何人って、そう、出るんですね、そういえばね。出る。全然知らなかった。そう。さて、敵さんがいるねえ。いるねえ。うわお。いるねえ。どこ行った？ああ、イノハウス行ったねえ。ああ、そうそう、今、そうか、そうです。出るの早いね、92。あ、92、見るようになった。あ、やっぱり90なんですね。92と思ったら989になってきた。そうそう、やっぱり90ですよ、90。よ、何と何でいいか。この間、夫さんにマシンガンで溶かされましたんで、一瞬で。初動詞ですよ、特攻初動詞。ある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 、そんなあるある。いやこれ、録画してて久しぶりですよ、初動詞は。あ、大丈夫、程よい。これ一番程よい。あとは上がった時に敵さんがいないかどうかですね。大体この場所は、鉄700ですよね。しっかり取ったとしてね、大体600台で終わっちゃいますけど。前の時、サメが怖くなって、はい、サメ見えたら相当に。今サメいないな。怖いんですよね。敵さんが降りた後は、なんかちょっと敵さんが降りたの見えたんだけど攻撃してこないって。お父さんじゃない可能性が。お父さんだったらもう遠くからもう手当たり次第に撃ってきますからね。ちょっと怖いですね。557って多分全部取れてる。590、ね、630。あ、敵いるやん。いる、うん、しょうがない、こっち行こう。サメいるじゃん。撃ってるね。大体こう撃ってるのはボットなんですよね。でも建築して上がってる時点であれボットじゃないと思う。最近のボットも進化してるからね。第2の無人島。あっちも無人島好きだ。ああ、無人島これ好き、ここ大好き。ただ一回ここで残り体力ストーム飲まれて、ああ上がったと思ったら草むらからババって終わったことあります。段階いいっすね、この辺段階いいっすね。そう、あ、オタクもいたのね。タイヤ鉄はこんだけ閉じてるやね。どうにかなるんですよ。あとおじさんともね。
た他で撮ります。コントローラーだって、ね、壁で進むの今ね、はい、あ、無理っすか、こっちを押して、こっちだからどうにかほらもうカウスト3つともカウストに近い状態で上がっていけば、味方とアンチが味方してくれればいける。でもやっぱりちょっと本来の進み方ではできないですね、コントローラー変わった。マップ1回しか見れない。そうなんですよ、マップはそう1回しか見れない。以外のものが取れるのかな。運がいいと本当にいいからね、あの子だ。うん。ラマがいたりとか。ああ、なるほどなるほど。確かにね。ここはもう本当に運ですよね。もういないと思うんだよな、行ってみよう。はい、すごいないですか。もう運ですけど、もう運ですけど、わかんない。で、ケイシ壊した。ここはどうか、あるかな。あんまり石は美味しくないです、ね、上からあれが降ってくる、宝箱が降ってくるかもしれない。カード何も来てこないね、はい、何も来てこねえ。珍しくピザが出てこない。ピザ終わりかな。そういえば私は見てない。見てない。ヨーロッパで。ピザ終わったかな。宅配終了ですかね。あ、終了。おお。ああ、いらねえ。いらねえ。ああ、いらない。モキカウストしてる。いいね、いい感じだね。でもちょっと鉄が私の中では。最近そのカウスト目指しながらやってるから。そう。ちょっと鍵か。ああ。ねえねえねえ。まあこんな感じね。ちょっと痛いけど。いただきながら、もう木と石は取れないから。なんとかラグーンなんか行ったら、絶対敵が、絶対敵がいますんで。だいぶやり込んだんで、だいぶ慣れてきたんじゃないですか。海外、うん、海外というか天空自体ですよね。あの、もうほらあの床壁壁あの、はい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 。で調子に乗ってやってると、調子に乗ってもっとしてると抜かれるんですね。そうですそうです、それはもうしょうがない。たまに撃たれますけどね。スナイパー持っていくとね、撃ちたくなっちゃう病が始まっちゃう。
DMR もナイパー、スナイパー、いや、スナイパー持っていくと、はい、ゲットした後もさ、敵が行く。あ、そんなことありましたか。うん、あ、先に敵が入っちゃって、あらら、まあ、思わず、あの、プレゼしました。で、やっつけられたのか。やっつけました。あら、いや、敵さん悔しいだろうな。武器なんか全然持ってないのに。あれ、医療ミストもなんか出てこねえな。回復なんか何もないじゃないですか、ね、ほら。あら、鉄は、まあ、15枚だからいっか。ちょっと嫌だな、この15枚。なんならと思って、ここまで来たら、ここにまだある。あと13枚だから、もうここは諦めましょう。あ、真ん中も出てる。あ、そうだ、真ん中で出てる。飛ぶとき真ん中通っていくから、いつもあれだ。上から回復を持って、大丈夫ですよ。14、15。私数えて途中で忘れちゃう。忘れちゃいますよ。この辺から行ってみようかな。23、あれだからですね。砂浜だから、海の中じゃないからか。そうですか。なるべく行っちゃいたいんで。確かに。スナイパー持ってるし。そうなの。手放さず持ってるし。打ちたくなっちゃうんだよなぁと思って。壁が間に合うかな。もうすぐはもう動くね。そう、もう動くんですよ、ね、壁の間に合うあたりからなるべく行きたいんですけど、ちょっと気持ち遠かったな。遠いの、あ、見えてきた、やっと見えてきた。あと1分もう行けるかな、壁で。それさんなら行けるよ。
この辺で行ってみますか。あ、よいしょ。怖い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 、怖いよ。あと敵さん10人よ。あ、パーティーじゃねえ。パーティーじゃない。これソロですからね。自分が見てるとパーティーと勘違いしちゃう。よくあるじゃん、これも。ありますあります。もうね、そう死んじゃって見てるだけ。はい。わかります。この気分だから今。そうですよね。そうそうそう。いや、話し相手がいるのもいいな。一人で。すごくいいよ。おお、びっくりした。ラグ、今ラグがあった。飛びました、画面が。これ、あ、嘘、私普通にいつものあのおじさんのあれだったよ。いやー、自分だけだ。バシーって今飛びましたね。いやー、後ろにいる、後ろにいる、後ろにいる。大丈夫、大丈夫。ギリギリ出る、出て出て、出てた、出てた。セーフ。あとは、パチューンってやられたらしょうがない。あ、私のそれやられるパターン。はい、やられるパターンよ。そうでしょう。そんなのいらん、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 いらん。あれ、スナイパーの弾は使うな。いいや。3発じゃん。3発やいいでしょ。3人倒せるよ、一緒で。基本的には攻撃しないんだ、私は。撃ちたくなっちゃう病なんですよね。いやー、あの辺とか。いる。そう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 、あそこでしょ。あそこにもいそう。いる、いる。まあ、いっか。斜めで行くかな。ジグザグ。ジグザグで。よいしょ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 。あ、間違えた。15秒。これはまだ早いんで、壊しちゃった。すいません、損した。いや、ジグザグって案外の遅いんですよ、作るの。違う、作りたい方向じゃない方向に作るって。そうそう、結構難しいんですよ。左側がね、もうちょっと進んでから作れるんですよ。もうちょっと進んでからこっち向けば作るんですよ。右は楽なんですよ。右は楽なんですよ。だから、まあ、慣れるよね。やべやべやべ。なんかやべえ。なんか来てる。来てる来てる来てる。ストーム来てる。こうなったらダメだ。これダメだ。こっちの方が早いよ。まっすぐだしね。はい。じゃあ途中行ったらね、途中で右に曲がります。そうです。曲がります。ここから曲がっていこう。はい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 。はい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 。いいね、ここが、ティルティットじゃなくてよかったね。ティルティットだったら上に行ったら。そうです。怖いもん。よし。いやー、まだアップしてないんですけど、この間天空やってる人がいまして、ソロやってて、おその人がやっぱりね、仲良くやりたいんでしょうけど、チーミング扱いされても嫌じゃないですか。やだ。これなんで、こう知らないフリでがなるべく距離を取ってましたけど、それやった、やったやったやった。確認して確認して、アイストーム、アイストーム、あっちもストーム、アイストーム、はい、そっち、あ、そっちはストーム、はい、ストーム、はい、あ、よこしちゃった。あと3人、あと3人、もうどうせなら覗いてみようかしら。いそう。あ、そこ、いそう。いろいろいそう。めっちゃいそう。このさ、おじさん、出てくる。あ、いましたね、いましたね。はい、はい、はい、はい。なるほど、橋の下か。いいね。いい選択だ。俺もそうする。ただ、ちょっと材料少なめだな、今日は。最後に、お、いますね。いますよ、ほら。泳いでる。あ、作った、作ったぞ。作った。
ったぞ。作ったぞ。打ちたいな、これ絶対。そうですよ。上から覗かれてるだと思ってもいいですか。思ってない、思ってない、思ってない。ほらほら、これも。ここで休んだりしてたらもう。おでも屋根張ったよ、屋根張ったよ。おいいね、いいね。でも屋根張ったってことは俺を見えないってことなんですよ。そう、確かに。そう。だから安心、あの人は安心。僕ね、一箇所パッて開いて、ポンって使って。あります、それはあります。毒だ。さあ、お、いますね、あそこには。お、こっちからでも見せれんぞ。こっちまでクリア行くぞ。おっと、おっと、で、じっとしたらこれでもうこれも完全撃たれません、ほら撃てる、あー、そうそう、あー、壊してる、撃ってる時なんですよ、バババババって撃ってる時はもうね、本当に止まってますから、動きが、はい、あ、屋根つけた、安心第6です。お、もう12時13分。ライブ配信を始めたいけど、まあ、終わったらでいいや。ね、いますね。いますね。やり合ってるけど、屋根もくっつけてくれるからありがたい。いいねみんな屋根もピッピッ。8からだっけ、移動はありますね。8からです、そうです、はい、このまんまね、はい、OK、 はい、次8、第8よ、ちょっと資材少ないからね。アンジが味方してくれるといいね。ほら、あの、作ったんちびちび。そうですよね、ただ1本だから、1本だからね、案外ね、戻りアンチも厳しいんですよね。8は戻りでもいいんですけど、9はあんまりこう、じっとしてると。頑張れ、まだあと3人いるはずだぞ、3人いるはずだぞ、まだどっかにいるんだけど、あと1人、いいぞいいぞいいぞ、頑張れ、応援するぞ俺は、結構にはいろんなレッドカード、退場だってあのさっき、さっきじゃなくて、あのあれですよ、天空一緒にこういたってたじゃないですか、1人、いたその人がいて、落ちるときにレッドカード2人2人だよ、材料のもう間に、必ず材料の間にいます。お、まだ2人いますよ、だって。ちょっとして、久しぶりにビクレが取れるのか、俺は。いけるか？なんとも。いきなり撃たれるか。まだ3、まだいますよ。よし、もうここから蹴散らない。あ、あと一人だ。あ、繋がった、ラッキーラッキーラッキー、あ、ここに行くまぐら、誰から逃げるよ、どこだ、閉じた、今閉じたね、どっちが勝つか、どっちが勝つ、俺が勝つのか、相手が勝つのか、
ナイスー、わかったー、ナイスメイクル、リモートチェックチェック、はい、壊れてない、壊れてない。天空ビクル取ったってツイッターね、上がってましたもん、ね。さあ、これはソロ天空チャレンジなんで、別に動画を作りますので、10月11日土曜日、時刻は夜の10時半です。天空チャレンジ、やっていきましょう。さあ、どこにいる？どこにいるかな？ここだな。いやー、でもそこで降りちゃうかな。よし、いやー、久しぶりに建築割で戦ったな。本当に1年ぐらい建築割のソロなんて天空以外行ってねえですよね。いや1年以上行ってねえかもしんない。ドキドキしたな、久しぶりに。あ、宝箱。あ、そうそうそう、これは録画残すタイプだから。あ、大丈夫。じゃあ、クロムがやっぱり優秀だよね。どこで欲しいかな。カルチャッチャーとマシンガンとクロムとか2つ取るかな。スタート的に3枠か。3枠、うわ、遠いよ。これはまずいや。もうこうなっただけでも成功率激低ですね。これはまずい。成功する気が起きる。ちょっと一回引け、飛ばそう。初めに天空チャレンジをするって一回決めちゃったんで、これはやり直しを聞かないんですけど、私が正確に取っているデータなんで、ソロで天空狙ったら何回中何回でプレイできるかなんですね。
持ってんだ。じゃあ青のなし。ナイス。分断ではないか。
あぶねえ。あー、できる。こんばんはです。閉まる。これはやばい。いやー、見つかっちゃうパターンですね。あ、見つからなかったらラッキーくらいで別にしていこう。出てるから見づらいですけどね。見つかっちゃうよね。こんな高い山のそばですよ。だってあんた、スナイパーで
撃たれちゃうかな。ああ、撃たれてる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 。ああ、取るかね。無理ですね。はい。